本日はこちらのゲーム三国志ハードを始めていきたいと思います。現在引き直しが終わってまして、まあこんな感じになってますね。まあ趙雲と趙戦で終わってるという感じです。で、趙有権令っていうんですかね、こちらと主君を求める書、主君を求める書、通常の方と、まあこちらをちょっとやっていきたいなと思ってるので、まあこちらからちょっと回していきましょう。感じなんですね。まあどうだと。ラスト、まあ、左の方に大当たりって何か書いてますね。まあまあいいんじゃないでしょうか。そしたらまあ休憩権令ですかね、ちょっとやっていきたいんです。まあ、提供割合からちょっとだけ見ましょうか。まあ、SSR が 2.05% だよという感じです。さあお願いします。ていっ、世の乱れを正す書を見れば決死の覚悟。さあ4枚目、さあ5枚目、6枚目、7枚目、8枚目、さあ9枚目ですが止まりましたよ。大義のためならば、あ、いいんじゃないですか、持ってないんでね。さあ10枚目と。ありがとうございます。SSR が一体来ましたね。ちょっと見ましょうか。このね、天武っていうのが高ければちょっといいみたいなんですけど。さあ、もう一回回していきましょう。で、主義法だ。2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、8枚目、9枚目、止まりましたね。宝刀の二丁が一人、趙紫婦でござる。はい、ありがとうございます。まあ、この2枚がちょっと当たりましたよと。また後でと。さあ、超急権令やっていきましょうか。提供割合、まあ、ウルレアが 0.525% で出ますよと。
今、まあ、この3体しか出ないんですけど、まあどれが当たっても全然嬉しいですね。欲しいって言うなら馬長とか、まあちょっと欲しいですけどね。さあお願いします。てい、はい、1枚目、2枚目、この3枚目、学問、4枚目、乱世を、5枚目、そう、6枚目、各博士、7枚目、乱世、8枚目、父譲り、10枚目止まりました。観光派様のお出ましだ。賞味、ありがとうございますと。さあもう一度行きましょう。テイト、1枚目、2枚目、盤石タルス、3枚目、4枚目、変幻自在、5枚目、各博道、6枚目、乱世を、7枚目、天下、8枚目、父、さあ9枚目、9枚目で確定なんですかね。これ止まりますね。敵軍を徹底的に戦う、ご答弁。さあこの人が当たったと。あーもう一度行きましょう。はい、お、演出がちょっと違いましたね今。2枚目、あ、残像だと。3枚目、4枚目、5枚目、6、東白病、あ、7、止まりました。これは、加工現状、水産、おっと、ウルトラレア出ました。8かな、徹底的に叩、あ、9枚目、ここは確定ですか。天下の崇勢、必ず私に向きましょう。さあラストと、 あ、いいんじゃないですか。さっと5回あるので、まあちょっと回しましょうか。でも大当たりっすよねこれ。 0.525% だったと思うんで、残りラスト5枚使って回す。どうだ、今回5枚だけなんで。さあ1枚目から、おっと、いきなり来たか。虎の妻をお呼びかしら。2枚目、そう一問の、3枚目、虎の妻を、4枚目、創意工夫の限りを尽くしましょう。さあラスト、おっと、これは、あっ、加工現状、水産、浮かれてますね、ダブったと。あー、どうなんでしょうか。まあ、こういう形でなりましたけど、
まあまあ良かったんじゃないでしょうか。ウルトラレアが2枚来ましたね。2枚って言ってもダブリですけど。まあそんな感じで、まあ本日はこの辺にしときましょうか。それではまた。